はい、では行きましょう。 A 番第 1000% になります。ネーアクセル対中村ミリア、ワンピー側残る2人はランズアクセル、羽屋ディズイ、ツーピー側はエンスレイヤー、サドゥーショニーとなります。さあ、先ほどは、ゴシゲさんのミリアが、3体で達成したということで、それに続くことができるか、そしてこのミリアの連勝を止めることができるか。 A 番第ワンピー側チームあだー、なんか誘ってハイスラハイスラ2ハイスラからの大きい攻め、どっち2系で上げて落としてまだ残りますが中段大き攻めを全て通して、一方の選手は中村ミリア。さあ大き攻め 3P から前に出るが針を投げて空中ダッシュ、差し合いすら針回収前転からの Sユーダの卓、空中出しは2回できるんです。さあ中段ガード、もう一度ガードしてバースを使って離していくが、タッチピーダッシュ停止で潜ってからしっかり反撃を見て画面外し、クエットガーデン逃げす、空中出しから下段はガード2敗したら、さあ攻めに転じますが、あと読んでいたか、 3P もしくは足場に対して勝てるっぽいんですね。マイケ下半身無敵で返していきました。読み出しということで先方戦勝利は中村ミリア。さあ続きまして出てくるのは羽屋ディズイ。さあディズイ対ミリアとなります。さあ2キに対して足割れがヒット拾いやすいキングス、エース2敗すらハリー、そしてシークレットガーデン、これはちょっとやらしい置き攻めですね。さあ捕まったら最後画面端で置き攻めがループして、まず下段刺さって一本選手は中村ミリア。さあこのミリアをどう止めていくかというところですね。まあ、とりあえず転ばないようにしたいところですけど、まあ、そんな難しいこと言うんじゃないよって感じですよね。からあーっとラッキーからのコパンでダッシュを止めて 2K 対戦すら今回がつながるラッキー、そして画面端うまく捉えていくぞ、レーザーでダウンマ奪うことに成功。奪ってた今見てなかったけど、2敗すらからもうレーザーに関数2敗すら、さあシークレットがあるんですが、ここはまずはインフリを作っていく。さあこれは挟む形かと思いきや1回だけ動かしていた、上ちょっとディレイをかけたっぽいですね。さあ1、2の3から前ハイスラ落として空中どっちなんということだ、ダッシュ投げを通していった、非常に惜しかったですね。さあそして最後の1人となりましたランズアクセル対ミリア戦となります。さあ前行け、読みは良かったがその後しならず、しかし受け身を買ってダメージを与えていることに成功。うわ背中に刺さった、あれは痛い。ニエスタイク、さあこの距離しっかりコンボを決めていく、いい感じですね。ラッシュピー対空から、さあこれ画面端に運んで置き攻め開始か、どちら着地下段ニエスが刺され、ニエスは確か補正が緩かった気がしますが痛い、そして今度どっちだ着地めくってフリーディメイズが引き寄せてるっぽくて端に隙間が空きます、そして着地下段おめくりとなったわけですね。マサラっぽいなと思ったんですけど、マサラの話はいいです。前系バックステップ素晴らしい。さあ立ち合いしたら痛い、そして段をあーかーん、マスをどこで使っていくか、どこが確定なのか、ここでしっかり合わせていく、素晴らしい。もう俺食らった瞬間にバーストをしましたから、多分対策だと死んでましたね俺の場合は。さあとなんとかなんとか逃げたい、8体の上、いやまだ分からないぞ。お投げが通っ
て、さあ先ほど落としてます、あーと負け2S、ジャンディーボンバーしっかり決めてきました。やはりね、対空引っ掛けた時の火力が非常にでかいですね。さあ出し投げ、エンゲスにハイスラ、 S ハイスラですね、ごめんなさい、落として 1,2,3 ホイ 2K キンエス足払いまで繋いで、さあちょっとバースト一瞬待ったが、それでもお構いなしに繋いで画面なし、針を使ってしっかりシークレットガードにバースト合わせていく。さあクーダどうなる、 YK がうまいですね、ジャンケ引っ掛け、ジャン S 足払い連戦、はいはい、まだ試合にいますんで帰らずにお願いします。あ、刺さってまだ残るが、どっちだ、下段が刺され、かっこよく決めて空調ウィンガー、カットナーナクラミリア、サンタフェ